ものすごく量が多くてびっくりしました。しっかりと煮込んだこだわりのルーに大満足のボリューム、味よし、量よし、寒い季節に食べたくなるカレーとシチューが味わえるお店から今日は生中継です。札幌市東区丘珠空港から車でおよそ3分の場所にそのお店はあります。今カメラが向けている方向が丘珠空港の方向です。今日は本当に雪も降って身をかがめたくなるぐらいの寒さで、東区長期より風も吹いていて、これが寒さを倍増させるんですよね。まだ歩道の雪も溶けてないですね。そんな時にやっぱりあったかいもの食べたくなるカレー、しかもうまいカレーがある。わかりやすさらにはあったかシチューも食べられるんです。そんな魅力的なお店なんですよ。今日私がやってきたのはこちらです。ルーカレーとシチューのお店、黄色と白、カレーとシチューの色から黄色と白という名前になりました。今ここね滑りやすくなってますが、カメラ気をつけてください。こういうところ、皆さんもお気をつけください。お店の中入ってからも気をつけないと。そうなんですよ。店内入ると何かこうお友達の家にやってきたかのような安心感があります。でちょっと変わったユニークなゴリラさんやアルパカさんもいる。アルパカさん、なんか楽しそうな場所ですね。いいなこれ、かわいいですね。詳しいことは店主の清水さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。もう笑顔がチャーミング素敵ですね清水さん、はい、でも清水さん、この一軒家なんです、なんか来たかのようなちょっと安心感があったんですよ、はい、なんでなんでしょうか。あ、ここは古民家を自分たちで改装して3ヶ月かけて作りました。あ、自分たちで3ヶ月かけて、はい、Do it yourself DIY そうですをやったと。はい、あ、そうなんですか。改築したということなんですね、自分たちで。そうですね。でこのお店の何か特徴というのはどんなところでしょうか。はい、ここのお店は具材が盛りだくさんのルーカレーとシチューになっておりまして、はい、まあ、ワクワク商品を求める人が集まるお店です。ワクワク商品、ワクワクで、あ、そして皆さんが清水さんに笑顔になる。はい、笑顔と元気になれるカレー屋さんです。わかりました。じゃあ一番人気のカレーを早速今日作る工程もカメラが中に入っていいですか。はい、誘ってもらえて大丈夫です。お願いします。はい、今日厨房にカメラが入っていいですよという許可をいただきました。で料理されている方の、あ、フライパンの上にはカレーと言いました。これお肉のって何のお肉ですか。こちら豚肉になります。それに何かかりました。これは自家製の焼肉のタレです。焼肉のタレ、一番人気のカレーを私頼みましたが、まず豚肉を自家製の焼肉のタレで炒めました。焼肉定食頼んでないですよ。頼んでないですよね、カレーですよね。で、うわ、ご飯かなり大盛りですが、あれ、その上に焼肉定食、はいはい、乗った乗って、あれ、焼肉定食じゃない、確認ですが清水さん、焼肉定食じゃないですよね。はい、違います。違いますよね。はい、で、あれ清水さん何持ってるんですか。はい、これは卵黄です。卵黄、あ、卵の黄身が乗った、うん、じゃあ、そっかそっか、この周りにカレーがかかるということなんですね。はい、うわ、じゃあそのカレーですけれども、どんな特徴がありますか。はい、これは3日間低温で寝かせて熟成させた濃厚なビーフカレーになります。3日間熟成させる、美味しさ何倍になりますか。3倍です。美味しさ3倍になるはい、あー、そうなんですね。うわ、出来上がった熱々のメニューを、じゃあ早速持ってきてくださいよ。はい、お願いいたします。ビーフカレーの具が豚肉になるんですね。そうなんですよね、こう本当に食べ応えるのも分かりますし、熟成させることで美味しさ3倍。ちなみに清水さんは今でも社会人でバスケットボールをされて、バスケットボールが趣味美味しさのスリーポイントシュート、はい、決まりました。はい、ありがとうございます、はい、こちらが何というメニューでしょうか。はい、スタミナ元気玉カレーになります。スタミナ元気玉カレーでございます。どうやって食べたらいいですか。はい、では真ん中の卵黄を割っていただいて、まず肉とカレーと一緒に食べてください。ここまず割る、この黄身を割るんですね、はい、割ります。では黄身の言う通りにします。いきますよ今日調子悪いんですか。調子がいいのか悪いのか、ね、いやいやいや、
今日ね、絶好調なんです。絶好調なんですね。絶好調。運勢占い見たもん。運勢占いも絶好調だったんですけど。本当に。こういう時もあります。いただきますね。いただきます。いや、卵とお肉とルーを絡んでも。でもね、焼肉のタレを絡めたお肉も入ってるんですもんね。カレー自体が本当にまず非常に熟成されていることによって旨味が凝縮されています、はい、で焼肉が特製のタレが辛すぎず甘すぎず程よい加減で黄身がこの甘さがうまく両方をねこうつないでくれる、はい、そんな感じなんですね。いやこれ黄身があるからこそよりこの2つの美味しさを味わえると、はい、そんなものですね。でもこちらなんですけどもそもそも具材を選ぶところから始まります。例えばメニューを開いてみたらこのエビフライを6本まで選びますですとかこのハンバーグに上に目玉焼きを乗ったものを選びますという形で、でこれでカレーとシチュー清水さん2種類からルーを選ぶということでよろしいんでしょうか。いえ4種類ございます。4種類、はい、カレーとシチューなのに4種類、はい、こちらです。それがこちら、あ今まさに食べたこの元気玉濃厚カレーのタイ、これが1種類、はい、そのお隣が、はい、こちら9種類の魚介を使ったあっさりのカレーになります。9種類の魚介のだしですね。魚介のだし、はい、ということはあっさりカレーがあると、はい、じゃあカレーだけでまず2種類あるんですね、はい、で奥がシチューになりますが、はい、そのシチューが、はい、こちらご飯に合うホワイトシチューになります。プラス200円です。こちらのものはプラス200円になります、はい、ご飯に合うホワイトシチューどんな味わいとして改めて特徴が、はい、こちらは水を一切使わずに、うん、牛乳と生クリームとホワイトソースで煮込んだものになります。水を一切使わない、ここがポイントだそうです。こだわってますね。でそのお隣ですがプラス400円、アメリケーヌシチュー、これはどんな特徴ありますか。はい、こちらはエビの出汁が効いたシチューになっております、うん、うわエビの出汁が効いたシチュー、カレーとシチューでも合計4種類から選べますよということです。で10月の10日、先月10日から実は商品リニューアルしてちょっと驚きのメニューがあるって聞いて、ええお願いします、はい、なんかすごいの来た、え、うわなんですかこれ。はい、こちら豚ロックになります。豚ロック、はい、これ岩だ岩。ちょっと待ってよ、1日5食限定ということですが、これ どんな豚なんですか、どういうぐらいの大きさ、はい、こちらは3時間半低温で焼き上げた豚もも肉となっておりまして、豚もも肉、はい、500g あります。 500g、 はい、そしてはい、もうなんでこんなメニューを考えたんですか。いやこれは漫画に出てくるようなかぶりつける漫画肉、うん、まあ、こういった商品を作りたいなと思って。漫画肉ね、はい、どの漫画イメージしたんですか。いやワンピースとかですかね。日テレ系にして欲しかったですねそれね、いいんですいいんです、ね、ワンピースも人気ですからね。これでもナイフで切りがいがあるね。これはワクワクしますね。そう、そうなんですよ、切っていく中でなんかこうドキドキしている、ちょっと私ね、海賊が食べるやつですよ。荒れてるもんですからうまく、ね、切れない状況で本当申し訳ない。これだけ厚みがあったらね、うん、でもそれでもなんかこう柔らかいんだろうなというのは分かりますよ。そうですね、柔らかさはすごいあるんですよ、ね、今日はなんかこの映像で終わるんですか今日全国庁ですから。もう一回あの占いの方見直した方がいいんじゃないかと思う。いやいや安心してください、ほらこれだけの厚み。実は先ほど私も一口いただいたんですけれども、あのこのままで食べて、その後はルーと絡めて食べて、そしてご飯と一緒に食べるという3段階の味変ができますので、それをぜひお勧めしたいと思います。いや驚きの、はい、こんなメニューもありますが、カレーだけじゃありません、シチューもあるんです。シチューも魅力的な味わいなんですよ。でさらに10月10日から新しくなってドリンクもありました。これもご紹介しましょう、はい、またご時代呼んでください。いやまあ寒いんでね、カレーにしますか、それともシチューにしますかというところですよね。
5時10分頃シチューとそれからなんか映えるドリンクもなんかちょっと今可愛らしかったですよ ね見た目も素敵でしたね、はい、じゃあゆっくりそのまずお肉を食べてね食べりつくのもねここではなきゃできない体験ですからね、トークの調子を整えていただきたいと思いますあそのままいきますか、うわすごいなこのままいっちゃうのかね、でも柔らかそうですね、そうですね、東区の丘珠空港通り沿いにあります丘珠空港から車で3分、ルーカレーとシチューの店、黄色と白。寒い今日のような日、熱々のカレーやシチューが味わえるお店から今日は生中継です。1回目の中継でもご紹介しました10月の10日リニューアルメニュー、豚ロックです。 500g の豚のもも肉、ただ1回目のあの中継の時にね、私あのうまく切ることができませんでしたそれは厚みがあったからね、ここでいえいえ実は訂正があります。これはハンバーグを切るときに使うナイフ、これ1回目の中継で使いました、はあ、本来このお肉に関してはこのナイフだったんです。訂正してお詫びいたします。申し訳ありません。確認をしなかったアンカーマン、はい、私のミスです、はい、訂正してお詫び申し上げます。店主の清水さんにも申し訳ございません、そうでした。申し訳ありません。苦情は岡崎アナまでお願いしますお許しいただけますか、はい、もう一回でチャンスをください。あの時と同じような、はい、あの場面をレジダルシーズを思い出しながらやります、ね、でも切れたっていうことですから ね、はい、ねでもこの豚ロックですけど 500g、はい、でこれ周りのカレーが何でしたっけ。こちらはあっさりカレーになります、ね、あっさりカレー、どんな特徴が、はい、9種類の魚介の出汁を使ったサラサラ系のカレーになります、うん、サラサラ系のカレーなんですね。でもなんといってもこの豚ロックをこう切る、はい、なんかドキドキ感がありますが、いいですか、ここでいろんな意味でドキドキしております、はい、じゃあ人前に今度は間違ってないですよね。いきますよ、頼んますよ。うわっ柔らかい。ああいやでも柔らかいの分かりますよ、あっという間に、あそっちのナイフを使えばこんなに簡単に、そうなんですよ、こんなに簡単に切れるんです。うわこれをこれそうですね、肉の塊で漫画をイメージしてということでしたもんね、はい、漫画の塊のお肉のようなそんなものを食べてもらいたい、うん、ではいただきますね。気分は海賊よ。もうちょっと切ってもよかったんじゃないかと思うんですけど豪快にいきましたね。でも噛み切れちゃうんだ、柔らかいですからね、うん、柔らかい、顎の力があんまりいらないですね、はい、うん、これだけの厚みあって丁寧に下処理してるのが分かりますよ、はい、豚の旨味を感じますし、何もこのあっさり系の魚介のカレーとよく合いますね。はい、合います。あこれは美味しいです。これが新しい10月10日からのメニュー豚ロックです。でこちらのお店では何が素晴らしいかって、カレーとシチュー計4種類のルーが味わえるんです。まずあっさりカレー、今私が食べたこのルーですね、はい、でその横が濃厚カレー、これどんな特徴が、はい、こちらは3日間低温で寝かせて熟成させたビーフの濃厚カレーになります。そうですか、では前に行きましょうか。まずご飯に合うホワイトシチュープラス200円、これはどんなもの、はい、こちらは水を一切使わずに、うん、牛乳と生クリーム、ホワイトソースで煮込んだシチューになります。水を一切使わず、これがポイントですよね。はい、そうです。その横はどうでしょうか。はい、こちらはエビの頭ですとか殻を香ばしくなるまで炒めてトマトや生クリームをベースに煮込んだシチューになります。うわ、これプラス400円ということであります。あのどちらのシチュー、この5時台ご紹介するんです。どっち食べたい、福永さん、村上さん、どっち食べたいですか。それはやっぱりもうシチューといえばやっぱりホワイトシチュ ー、 おー右側ですかね、はい、じゃあ違うの、じゃあ結局でも1個ですもんね、きっと召し上がるのは。そうか、いやいや村雨さん、ちなみにどっち食べたい、いいですか、じゃあ私アメリケーヌシチューで。いいですよ、はい、アメリケーヌ、福永さん、はい、と村雨さん分かれましたね。どっち食べて、まあ、こういう方が実際多いんだそうですけど、じゃあこのご時代どっちが紹介されるんでしょうか。ちょっとドキドキワクワクしながら、また清水さん厨房にいざなっていただいてよろしいでしょうか。はい、わかりました。今日は特別にカメラを厨房に行っていいですよと許可をいただきまして、どちらのシチューが果たして登場するんでしょうか、はい、さあ
まずお皿から見ていきましょうか。ご飯が多いですね。 300g ということです。この状態じゃまだどっちか嬉しいですね。さつまいもはここに具材なんですけれども、この具材は実は素揚げ野菜なんです。10月10日リニューアルで新しく登場したもの。今乗ったさつまいもの横にブロッコリー、さあ、レンコン、ナス、アスパラ、インゲン、パプリカなどが乗りますよと。ご飯が真ん中に乗っかっているところがちょっと気になりますね。わかりません、どうなるか、ね、どうなるか、ね、真ん中に、うん、言ってみただけ、頼みますよ。新鮮なリアクションですよ、このゴジラのテーマは、ね、さあ、どちらだ、どちらだ、どうなるのか、どっちだ、え、どちら、どちら、どちら乗るんですか、お願いします。両サイドから、すごい、まさかの展開がここで待っていました。思っていた通りです。これをぜひ持ってきてください。お願いします。大栗どっちも選べるのはいいわ。優柔不断には嬉しいメニューです。ね、そうなんです。ご飯がダムになってる。どっちにしようか悩んでしまうお客さんが本当に多かったんで、そんなお客さんの思いも込めてできたというもの。わあ、両方味わえて嬉しいじゃないですか。これトータルでおいくらですか。はい、こちら1550円になります。1550円で両方の味楽しめますよと。一度に両方いただけるっていうのは嬉しいですね。この湯気わかります、出来たてだから。いや、見えますよ。もう外寒くて、もう道路もツルツル、そんな中でこんな心からホッとするような ね、この味わい、どうやって食べればいいんですか、これ。はい、ぜひ交互に食べていただければと思います。どっちから食べるか、どっちから食べるか。でも迷わず行きました、ね、あ、すぐ行っちゃった、すぐ行っちゃった。いやいやいや、違う、まあ、これ味がね、事前にちょっと聞いたらこちらの方が少し薄味なんです。あ、なるほど。こっちからまず食べて、最初は一口目は薄味から行く方をおすすめですと言います。どうです、いいでしょう、これ。この湯気がもういいね、ずっと見てられますよね。もうホワイトシチューにはご飯かパンかって論争がありますが、これはもうご飯一択で決定ですね、これ。そうですね、でもやっぱり野菜もね、たくさん載ってますから。あ、うん、あ、これ本当に優しくて、なんでしょうね、ちょっと涙腺に来るぐらいの泣くのもいない。なんでしょう、このいや、優しいな、この味。心に染みる味なんですね。そうですか。優しさに最近触れてないもんね。そうなんですか。深み、そう。いやいや、ここに来たら、ね、何かこの味でね、優しくこう私の心を抱きしめてくれるような。お泣きなさい。いやいや、泣かないですけど。もう一種類ありますからね。改めていきますよ。エビの殻をね、炒めたもの、いただきます。うん、やっぱりどっちも美味しそうだな、うん、うわ、濃厚だな、ちゃん濃厚なんだ。エビの香りが鼻から抜けていく時のこの幸せな気持ちってのたまりませんね。でも、もう味変を楽しみながら、そして野菜も7種類あるから野菜も入れて味変を楽しみながら、ものすごい満足感が得られるメニューだということがよく分かりました。ありがとうございます。いや、こんな時に10月10日からリニューアルしたというドリンクを出していただけますか。はい、これが何でしょうか。はい、こちらはミックスベリーラッシーになります。ミックスベリーラッシー、上に何乗ってますか。はい、こちらはイチゴとサクランボとクランベリーになります。はい、で、このラッシーにもこだわりが。はい、こちらはラッシーにもフルーツをふんだんに使用していて、うん、まあ、フルーツ好きには喜んでいただけるものになると思います。誰考えたんですか、これは。私です。うわあなたが考えたんですね。私です。このうわ笑顔の天使が、はい、そうですか、わかりました。じゃあいただきます。ラッシーってなんかちょっとこうヨーグルトテイストっていうか、そうですね、飲むヨーグルトのようなイメージですよね。ヨーグルトの中にこの程よい酸味がこう加わって、甘さにも優しさがあります。あ、これ口直しにはもう最適ですね。泣いていいよ。で、SNS 映え本当に今目の奥が危ないんですけど、ね、これはまた非常に美味しいです。何よりワクワクする、そういったお店にしたいですという思いと、
見てください、この清水さんのこの笑顔、人を幸せにする笑顔だというお父さんこだ、お父さん今仕事中録画してるそうですから、はい、この笑顔ずっと絶やさずね、お願いしますね。はい、お父さんに何か一言言っといた方がいいんじゃないですか。お父さん、そう、お父さんに一言一言一言、うん、元気に育ててくれてありがとう。泣いちゃう。こっちも泣く。ゆうかさん、お父さんじゃないですよ。お父さんじゃ、みんな泣いちゃう。お父さん、幸せしてくれてありがとうございます。結婚すんのか、おい。いやいや、そうじゃない。ね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。本当に、でも本当に素敵なメニューもありますんでね、ルーも4種類ありますんで、ぜひいかがでしょうか。うん、本当に清水はじめ、お店の方ありがとうございました。ありがとうございました。美味しかったです。この後すべていただきます、ね、もう寒い時は体に染みるし、なんかもうその味が心にも染みて涙が出てくるぐらいっていうね。いや、そうですね、味もお人柄も、そしてこのお店の雰囲気も温かい場所ですよね。最後までありがとうございます。もうこちらのお店に行く時の皆さん、ハンカチをご用意してお越しくださいませ。本当にありがとうございました。ありがとうございました。